2018年6月14日11時57分女優、藤沢恵麻、3。と、が14日、第一子を妊娠していることを発表した。所属事務所の公式ホームページで、ご報告、とし、私ごと。大変恐縮ですが、この度、新しい命を授かりました。秋頃に出産する予定です、とコメントを発表。今は、家族が増える喜びを感じながら、穏やかな日々を過ごしております。仕事も続けておりますが、温かく見、守っていただけましたら幸いです。今後ともよろしくお願い申し上げます。と綴り、直筆のサインを添えた。藤沢は04年の NHK 朝の連続テレビ小説、千華のヒロインに抜擢され、女優として活躍。昨年8月に上智大時代の先輩の一般男性と結婚した。